ご案内いたします。この列車は20時36分に発車いたします。東急石渕最終の高松駅です。列車は3両編成です。前から8号車、7号車、一番後ろの車は6号車です。自由席は後ろ側2両、6号車と7号車です。先頭8号車は指定席です。号車番号で入り口で電光掲示板に表示しております。お確かめの上もご乗車ください。またこの列車は特急列車です。ご乗車には乗車券、定期券の他に特急券が必要となります。ご注意ください。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。閉まるドアにご注意ください。列車石渕104号高松駅です。まもなく発車いたします。閉まる前にご注意ください。ベルが鳴り終えますと、ドアが閉まります。ご利用の際はコメントなどもできていました。
特急列車の高松駅です。ドアが閉まります。ご注意ください。Yeah.
Thank you.
ちょっとちょっとちょっと。特急列車の高松駅です。ドアが閉まります。ご注意ください。
ドアが閉まります。ご注意ください。
ドアが閉まります。ご注意ください。Thank you.
まりいいよ。
Thank you.
特急列車の高松駅です。ドアが閉まります。ご注意ください。お忘れの前にお越しください。
下級列車の高松行きで、もうお待たせいたします。閉まる前にお注意ください。Thank you.
降りの際の前に予防を確かめるので、お忘れ物ないようにしてください。乗り換えの方お願いします。この先、伊賀駅に停まります。普通列車の高松駅は、ホームがありまして、4番乗り場から22時21分の連絡です。降りの際の手前に予防を確かめるので、お忘れ物ないようにしてください。川本町でも、この次は、バロツに停まります。
土佐線普通列車の小田平行きは、ホームバルして3番目から23時3分までなので、ご案内の際、頭に旅行を確かめるので、ご案内の内容を注意ください。列車の高松駅です。ドアが閉まります。ご注意ください。
Thank you.
到着で乗り換えのご案内いたします。ご自慢岡山方面改札マリンライナー70号岡山駅お乗り換えのお客様、今下方向岡山は3番乗り場から22時45分乗り換えです。ご案内のために予報確かめの上ご利用の内容をお知りください。高いが出ますと次は終点の高松で快速マリンライナー70号岡山駅乗り換えのお客様、来ましたホームのライナーは3番乗り場から22時45分の連絡です。東急列車の高松駅です。ドアが閉まります。ご注意ください。次の停車駅は終点の高松です。
の列車となり、車庫駅であれば、右隅のご乗車できませんので、ご注意ください。ご乗車ありがとうございました。終点は高松です。お出口は左側です。Thank you.